はい、続きまして右田陽下城さんの三家搭載サイズは36センチです。お願いします。はい、こちらも秘蔵の一匹です。こちらも若鯉にも出さずずっと、仕上げてた鯉だし鯉です。こちらも36センチぴったりですね。ちょうどいい水泡に収まりました。太みもあり、この強烈な炭、袋詰めた時、そしてこの水温が上がってくる時期でもかかわらず、この強烈な炭全く引くことがありません。そして幅もあり、模様もいいです。これもいい戦いをしてくれるんじゃないでしょうか。こちらの鯉もですね、今からさらに肌が抜けてくると思います。今までは体を十分作ってきたので、今後この顔の白地を抜いていきたいと思っております。まあ、右田さん的にはこちらの鯉、若鯉にも出してほしいということだったんですけど、やっぱりレンチャンだとどうしても疲れますので、もう幼魚品協会にこちらのターゲットを絞ってきた一匹です。はい、丸天模様もね、目に込まれますしね、はい、何といってもやっぱ墨ですかね。そうですね、これ重要な丸天模様、艶もすごい乗ってます。そしてこの大きな墨、これが魅力ですね。そして横の際、丸く際って際がいいです。墨全部ちゃんと出てます。はい、お腹の方です。肛門膨らんでます。一応こちらもメスじゃないかと見ておりますが、まあ伸ばしている鯉なのではっきりしませんが、メス確率鯉ということですね。まあ、右田さんもメスの可能性が大とおっしゃっておられました。したいと思います。これこの明るいところに入れても引くことのないこの炭がいいですね。サイズもジャストなのでね。はい、サイズ的には問題ありません。これからさんの仕上げでまたこう頭も綺麗に抜けてくるんでしょうね。そうですね、だいぶ抜けますよ。まあ2週間もあればだいたい抜けてきますので、今日からこの鯉はですね、池をチェンジしてちょっと頭の白地を抜いていきたいなと思っております。いかがでしょうか。緊急企画、養魚用の鯉しております。超えるか、この辺りの隅いかがでしょうか。非常にインパクトのある三家だと思います。はい、こちら、右田陽下城さんの三家、搭載サイズの方が36センチです。はい、あと一言ぐらいありますか。楽しみですね。はい、ぜひよろしくお願いします。